団拝です。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。韓国大統領府、予想超えの大敗に衝撃。でも今までの政策を考えれば想定内ですよね。韓国で4月7日に投開票されたソウル・プサン両市長選挙は与党の惨敗に終わりました。この市長選は来年の大統領選の前哨戦として位置づけられていたのですが、いずれも野党である国民の力の候補が当選しています。今までのことを考えればこれは当然の結果だと思うのですが、この後に及んでもムン大統領ら与党ともに民主党はギリギリで勝つつもりだったらしく、それだけに驚きを隠せていない様子です。まあたとえ勝ったとしてもムン大統領の任期が伸びるわけではありませんので、結局レームダック化は避けられなかったのではないでしょうか。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また韓国や日本国内の反応など今日も楽しくお伝えしていきますね。4月8日付日テレニュースによると、韓国のソウル・プサン市長選挙で与党が敗北したことを受けて、ムン・ジェイン大統領は国民の叱責を厳重に受け入れる、より低姿勢で国政に臨むなどとコメントを出しました。ムン政権の求心力の低下は避けられず、日本との今後の外交にも影響する可能性があります。韓国で来年の大統領選挙の前哨戦として位置づけられたソウル市長選挙では、保守系の最大野党国民の力のオ・セフン候補が 57.5%、 与党共に民主党のパク・ヨンソン候補が 39.2% の得票率で野党のオ候補が当選しました。またプサン市長選挙でも野党のパク・ヒョンジュン候補が 62.7%、与党のキム・ヨンチュン候補が 34.4% の得票率で野党のパク候補が圧勝しました。住宅価格の高騰や住宅公社の職員らによる不正な土地取引の問題が政権与党への逆風になった形ですと報じています。この件に対して保守系の朝鮮日報は、怒った民心、政権を審判という見出しで伝えており、ムン大統領の終焉は近いとの見解を見せています。これに対してムン政権の機関紙でおなじみのハンギョレ新聞は、与党惨敗、恐ろしく背を向けた民心と政権が受けたダメージを中心に報道しています。ハンギョレ新聞はこれまでにも政権を擁護する姿勢を見せていましたが、背を向けたと書いているあたり、いずれまた民心は帰ってくるとでも考えているのでしょうか。まあハンギョレ新聞はムン側の新聞社なので、この報道ぶりは致し方ないのかもしれませんが、今回の大敗北により、ただでさえ任期残り1年、しかも様々な不祥事でかなり低くなってしまったムン大統領の求心力がさらに下がるのは確実です。最後の砦となるはずの岩盤支持層である左翼系市民団体も、昨今の不祥事などで若者中心にすでに地滑り的な支持離れを起こしており、もはや政権支持率が 20% 台に低下するのはまず間違いないところです。それにより今まで日本に見せていた謎のすり寄りはもうなくなると思われますので、良くも悪くも反日一辺倒だったあの頃にまた先祖返りすることになるのではないでしょうか。岩盤支持層からの信任すら失った日には、ムン大統領は青瓦台から出ていかなければならなくなりますから、今後ムン政権はなりふり構わず反日になることが予想されるところです。さらにムン大統領にとっては幸か不幸か、東京五輪を北朝鮮との友好の場にする計画はキム委員長の不参加表明によってすでに頓挫しており、
日本と仲直りするインセンティブ、モチベーションはもうどこにもありません。まあ、人気も任期も失ったムン大統領のことなので、今後は韓国の国益にとらわれることなく、残りの火が消えるまで思う存分、自身の信条である反日活動に活路を見出していくのが容易に想像できるように感じます。ムン大統領にとってのデメリットは、退任後、西側諸国に亡命できないことだけだと思いますので。ところで、この選挙結果に対して、ムン大統領は、国民の怒りを受け入れなければならない。これからも重い責任感を持って国政にチャレンジすると、どこか人ごとのようなコメントをしています。ムン政権にとっての最後の審判とまで位置づけられていた選挙でのこの票差の敗北。確かにこの結果は心情的にも受け入れたくはないでしょう。実際にムン政権の幹部の中には、大統領の意図を忖度したのか、選挙結果は無効だと発展途上国のような主張をする人も出ているようですが、とはいえ共に民主党のほとんどの幹部はすでに敗北を認めており、その敗戦の責任を取って指導部は総辞職することになりました。ムン大統領、韓国が大統領制の国で良かったですね。もし日本やイギリスのように議員内閣制の国でしたら、その時点でムン大統領、いえムン首相はジエンドだったはず。この敗戦、もちろん前市長や共に民主党議員の不祥事なども影響しており、決してムン大統領一人の責任というわけではありませんが、多くの幹部はムン大統領が全て悪いと考えているそうです。そのようなことを鑑みれば、共に民主党が一旦大統領離れを起こしてしまえば、ムン大統領は文字通り四面楚歌となり、まさに彼にとって全てが人事となるのはそう遠い日の話ではないと思います。ところで、今回の大敗北により、選挙対策委員長としてこの選挙を仕切っていたイ・ナギョン氏の立場もより一層厳しいものとなりました。イ・ナギョン氏はただでさえ来年に控えている次期大統領選で超左派であるイ・ジェミョン軽機動知事に遅れを取る展開が目立っていたのですが、この遅れを取り戻すために共に民主党の自党候補が重大なやらかしで発生した選挙には候補者を立てないというルールを変えてまで両選挙に与党候補者を立てた経緯がありました。しかし、文字通り全力で対応した結果がこの惨敗。そのままイーナギョン氏は大統領選候補レースから完全に脱落したとまで囁かれているようです。このことによってイージェミョン知事は相対的に影響力を持つようになり、大統領選をめぐる政局は彼を中心に動いていくのは確実です。ところで、イージェミョン知事はその思想は真逆なのですが、韓国のトランプと言われているほど過激な発言を繰り返しており、ムン大統領を超える超反日主義者としても知られています。もちろんムン大統領とイー知事は支持層が被っており、今後の政局次第ではムン大統領の支持層を彼に取られる可能性も十分に出てくると思います。それゆえ、今後はムン大統領とイ・ジェミョン知事の間で反日チキンレースが行われるのはほぼ確実なのですが、そのハンドルを当の昔に外している両者には個人的には破滅以外の結末は見当たりません。今回の与党惨敗のニュース、韓国からはとても多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。ムン政権は歴代最も無能な政権でした。ムンジェイン政権が誕生した時からこうなることは分かっていたはずです。ろうそく革命だの、外交の天才だの、世界に誇る軽貿易だのといろいろ工夫していたようですが、何をやっても彼の無能さは変わりません。今までムン政権をずっと延命させていたのはメディアの責任が大きいと思います。早くこの無能な政府をなぎ倒してしまいましょう。ムン政権の一番の問題点は政策がアマチュアであるということです。
国民をほったらかしにする政策しか作らない今の政府に国民はとても失望しています。どの国もその国の国家レベルを表すリーダーを持っているものです。私たちにはきっとあのメガネが一番ふさわしいのでしょう。今の政権のすることは全て中国の意向に沿ったものであり、結果国民を物乞いまでに貶めることばかりしています。まだ大学生の方がまともな政権運営能力を持っているのではないでしょうか。選挙は接戦じゃなかったのですか。やっぱりマスコミも与党も無能ですね。以上は韓国からのコメントでしたが、日本からはどのような声が上がっているのでしょうか。これで責任転嫁の内輪揉めが始まりますね。事情が悪くなると仲間割れしだすのは左巻きの宿命です。ムンさんは順調に破局へ向かって進行中。面白くもあり悲しくもありますが、これがあの国の定期便です。予測通り今回の選挙結果はムン政権への国民の審判なのでしょう。でも日本側から見れば、与党であろうが野党であろうが、共に対日政策は変わらないと思います。わずか数年前に日本のメディアで、ろうそく革命、市民の声、日本も見習えと言っていたジャーナリストや大学の先生たちは今どこにいるのでしょうか。ぜひご意見を伺いたいです。投獄前の反日カードが発動されるのでしょうか。でも世界的に見ると外交関係があるにもかかわらず他国を敵視し、一方敵視された国もだんまりの構図は本当に奇妙だと思います。比較的新派と思っていた毎日新聞が死にたいと表現してました。残りの1年間どのように保身を図っていくのか、生存に向けた本能的行動から目が離せません。楽しみが続いて何とも幸せです。結局のところ野党が政権を取ったとしても、国民世論に左右されて支持率が低下すれば反日反日の繰り返し、これがこの国の常套手段で本当に進歩がないですね。いっそのこと、もっとムンムンに頑張ってもらって、国交断絶まで突き進んでほしいです。与党候補の大敗は、昨年の総選挙で圧勝し、あぐらをかいていたムン政権への国民からのしっぺ返しだと思います。おごればこういう惨めな結果になることを、改めて見せつけられるいいお手本となりました。これぞまさに民主主義だと感じます。これでムン大統領の投獄がまた一歩近づいたように思うのですが、そうなると今までの経験からこれから怒涛の反日運動が始まることが予想されますよね。そうなれば日本政府及び私たち日本人はもはやお隣を徹底的に叩くしか方法がありません。今後たとえ野党が政権を取ったとしても、日本にこれ以上逆らえば前政権の二の舞になってしまうと思わせることが重要だと感じます。反日が国是の韓国では、どちらが政権を握っても最終的には反日を繰り返すということを肝に銘じながら、先んじてその対策を取ることが今後一層重要になると思います。まあ次の大統領はムン大統領以上の反日主義者が濃厚なので、もはや言うまでもありませんよね。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。